30代までの目標かな。富士山に登る。 だいぶ猶予あるけど多分今年登りに行かないだろうなみたいな。30代までですね。富士山登ったことある？私静岡県民なのにないんだよな。ある？ないよね。多分あれ友達とかいればさ、なんか楽しいんだろうけど。ああ山登ってくれる友達ハードル高いっすよね。なかなかポケモン通信しようとはレベルが違うじゃん。富士山登ろうってちょっとうんってなるじゃない。山ね、高いよ。山だけにいいね。そう20代あっという間。やだやだやだ。ケンピー多分だけどね、多分30代になる頃には、あ、私今年24になりますとか言ってると思う。うん。なぜならうちの母がそうだから。永遠の二十歳でいるんだ、そうやって。私は若返るよ。うん。うちのおっかさんだって今30代ってことになってるからね。痛い。いや、先生、そう先生だから。うちの母さんもお父さんも。元先生だから。でもお母さん今何歳だ、50手前か50入ったかぐらいなんだけど、30代後半で通じてるって言ってた時々さ非常勤みたいな形で入ったりしてるんですけど、母ちゃんとは他人持っているとかそういうのやってなくて。でも今50代目前にして30代後半って言ってもなんとかなる。多分だから私の家系は若く見えるはずなんだよな。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。